21ジャンプストリートは2012年のアメリカ合衆国のアクションコメディ映画。主演はジョナヒルとチャニング・テータム。脚本はマイケル・バコール。監督はフィル・ロードとクリストファー・ミラー。1987年の同盟のテレビシリーズを原作としている。日本ではビデオスルーとして2013年3月6日に DVD が発売された。 ワンダーコンで本作の衣装を着て、プロモーションをする、ジョナヒルとチャニング・テイタム。2008年5月、コロンビア・ピクチャーズが、テレビシリーズの映画版を企画中であることが判明する。ジョナヒルは脚本を書き直すだけでなく、制作葬式及び主演としても映画に参加することが明らかとなった。ヒルは、ホラー監督のロブゾンビを本作の監督に希望した。 2009年5月、ヒルは本作を R 指定でバッドボーイズとジョン・ヒューズが融合したタイプの映画になると説明した。2009年12月21日、曇り時々ミートボールの監督であるフィルロードとクリストファー・ミラーに監督を交渉中であることが発表された。プレミア上映は2012年3月12日にテキサス州オースティンのパラマウントシアターで行われた。 アメリカ合衆国とカナダでは公開初日に1 3 2 0万ドルを売り上げた。初週末3日間では3500万ドルを売り上げ1位となった。ロッテントマトズでは226件のレビューで、支持率は85%、平均点は7.210。批評家の一致した見解は、1980年代のノスタルジーとティーン向け映画の典型を賢く。 愛情を込めて風刺した21ジャンプストリートは驚くほど満足のいく切れ味のある創造しい主流派のコメディであるとなった。またメタクレティックでは41件のレビューで過重平均値は69、100となった。ありがとうございます。